赤組早見優さん先週と同ランクです。大田区の佐久野玲奈さん、杉並区の高橋邦晴さん、北区の高山宏行さん、板橋区の鈴木俊樹さん、世田谷区の佐藤真由美さん、国分寺の根岸健一さんほかリクエストです。第9位は早見優、ファッション。朝倉正美さん、豊島区の友木健一さん、中野区の稲葉信弘さん、赤組原田智代さん、ワンランクのダウンです。松戸市の岡博之さん、平塚の奈良友浅見さん、春日部の古谷正美さんほかリクエストです。第8位は原田智代、早春物語。会いたくて会いたくて会いたくて、
広見田原俊子君、選手の10人から大きくのアンカーを下りました。横浜市の杉山直樹ちゃん、船橋市の加藤美穂ちゃん、小田原市の大阪部明美ちゃん、足立市の前泉智子ちゃん、台東区の小川和也さん31歳、鹿島郡の大井拓也君、豊島区の湯上康雄ちゃん、中央区の福島美幸さんたちとの歌のリクエストでした。第7位、田原俊子、華麗なる賭け。
崎市の関戸鈴江さん、白身シュアタイ選手とカットリンさん、第5位シュアタイムーンビーナス、子猫を膝に
祥寺の三道美佐子さん、川崎の藤原義久さん、松戸市の21歳前田豊和さん、世田谷区の伊藤のどこさん、練馬区の大熊真紀さん、ほかリクエスト第4位、薬師丸ひろ子、あなたをもっと知りたくてでした。3回戦は白組が取りました。安全地帯ですが、さらに上位を期待したんですけれども、先週と変わっておりません。第3位は安全地帯です。悲しみにさよなら。赤組小泉京子さん、トップの座奪還できませんでした。川崎の関美佐子さん、江戸川区の原田雅子さん、杉並区の
高井和美さん、三鷹市の菊池博之さん、練馬区の松下義彦さんほかリクエストです。第2位は小泉今日子、魔女。コインロッカーに制服隠して、一目のルージュで見知らぬ私、電車であなたの横に座っても、黒いサングラス、勝山博成さん、白組チェッカー、先週1位カエル抱きとして再びの連続トップであります。第1位チェッカー、俺たちのロカビリーナイト。ドラム叩いてたダウンタウンのクラブ、今は仲間たちも消えて、指を鳴らす音だけ聞こえる。ベイベー、あの頃はみんなロカビリと呼ばれてたね。
Let's go.